おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今はシリーズでですね、えー、テロを取っています。で、前、先週ですね、えー、かなりいいテロとスクラッチ2の接続に苦労してですね、えー、金曜日の撮影後もだいぶ、あの、チャレンジしたんですが、ダメでした。 でなんか別件で話してるとですね、えー、あのドローンに詳しい先生とお話ししてたらあのスクラッチ3で飛ばせる方法を教えていただいたのですいませんあの本に沿ってやっていくっていう話で進めてきたんですがどうもあの私の環境だとうまくいかないんですかね、えー、調べてみると、うん、ノード JS を起動して しながらスクラッチの2を動かすっていうのがどうもうまくいかなくてですね、えー、ノートパソコンとテロとはつながるんですけどおそのつながったあとノード JS を通じてスクラッチ2と接続するっていうのがうまくいきません。 で、そのドローンに詳しい先生とお話ししてたら、スクラッチ3で簡単に動かす方法があるんですよっていうのを教えていただいたので、すいません、急な方向転換ですが、あスクラッチ3ベースのデスクトップ、スクラッチデスクトップで、えー、テロを動かすというところをご紹介したいと思います。では、早速画面を切り替えたいと思います。教えていただいたのはですね、キータのページで、 1>, 1年以上経っていますということなんですが、最も手軽にと書いてあります。この、UR、あのキータの URL はあの貼っておこうと思います。公開されているチャンネルだと思うので、リンクを貼っておこうと思います。で、えー、まずはじめにっていうことでですね、この 概要が書いてあって、スクまあ、これのことなんですよね、公式の方法はスクラッチ2ですよって、であの前回紹介していた教科書もテキストもそのやり方なんですけども、なんかスクラッチ3でできるっていうのを丸ごと配布している方があるようで、えー、それを使っています。まあ、ただ、インターネットに上がっている第三3社の実行ファイルなので怖いという点がありますが、 私も一応動作検証をしていますし、この情報をいただいた方も動作検証しているということなので、今日は紹介させていただきます。で配布元は、ここをクリックしてもらって GitHub で公開されているスクラッチさんテロというところです。でそのサイトに行ってですね、えー、このヒアってというところを押すと、実行ファイル、ここですね、これを押すと、 今行くと1.1になっているようですが、まあとでサイト見ていきます。で、えー、Windows 用ということで、1.0は3 2ビット用がありますが、1.1になると多分 Windows 用が一つになってて、この32っていうのがないので、6 4ビットだけになってるんだと思います。Windows32 をお使いの方は1.10でやっていかないといけないかもしれません。 で、あとは非常に簡単でですね、ダウンロードした後は解凍していただくとこういうファイルができるので、えこのファイルで,でスクラッチさんのデスクトップが動きますよということです。ただ順番的にはですね、えー、いきなりこのスクラッチさんを動かしてもダメで、まずテロとーあれあのノートパソコンを Wi-Fi 接続を完了させておいて、 で、それから、このフォルダーで回答して出てくるスクラッチのデスクトップ、これを実行すると。で、その後、この拡張ボタンを押すと、テロのボタンがあるので、これを押すと、このテロのブロックが出てくると。で、それを使ってプログラムを動かしましょうということで、簡単なプログラムということになります。で、これを実際、私の Windows パソコンで切り替えてやってみようと思うんですが、 とまず Wi-Fi とノートパソコンを接続します。じゃあちょっと画面をですね、切り替えてというか、あこれで、とこれが Windows パソコンですあ。まずサイトに行ってみましょうか。まずサイトに行ってダウンロードするところ、まあ、これだけ聞いたに詳しく書いてあるので、わざわざしなくてもいいのかもしれませんが、このページのこれを クリックしていただいて、キータに行くと、ちょっと英語で面食らうかもしれませんが、ちょっとこう下行ってもらうと、先ほどと同じような画面になっています。私、ちょっと背景が黒になっていますが、こ,こ,これです。これを押してもらうと、1.1が最新ですよということであります。で、ここですね、<laughs> なんかこれロシア語なのかな。あーということで、1.1ということで、 1.1.0になっていて、まあ、Mac 版か Windows 版。で私の Mac、私 Mac なので Mac で動画撮ろうかなと思ってこれダウンロードしたんですが、ど,どうも Apple シリコンですね、えー、が都合悪いのか私ちょっとこれ確認できませんでした。で Windows 版で、えー、これ多分6 4ビットなんだと思います。で、えー、さっきのページに載っている ううものですね、えー。あのキータのページが作られたときは1.0.0ということだったようで、えー、そちらには Windows32bit があるので、まあ、32bit パソコンをお使いの方はこちらを使ってくださいと。で今日の動画はこの Windows 版、これをダウンロードして回答してあるというような状況ですで。Windows 版の画面に切り替えます。これが Windows 版の画面で切り替えると、こんな風にいろんなファイルができてきて、 このエグゼというのを実行するんですが、その前に、この Wi-Fi をテロに接続する必要があります。ここはまあ、ご自身新テロに Wi-Fi つないでいただければと思います。ちょっとまあ、接続する間、動画を止めてですね、接続し終わったところから見ていただこうと思います。はい、すいません。まだ接続終わってないんですが、せっかくなので、電源入れるところからちょっと見てもらいましょうか。 テロの電源を入れてこのような画面で見えますかねここがインジケーターがチカチカとカラフルに点灯していますこの状態で Wi-Fi 接続をしましょう、はい、ちょっと画面を切り替えて Wi-Fi に接続をします。ちょっと一旦止めますね。はい、今 Wi-Fi と接続しているところで、接続中になってますね。で、え接続されると、多分カラフルに光っていたのが、黄色の素早い点滅になって でこれで接続完了だと思います、はい、黄色の素早い点滅はどちらかというとつながってないようなイメージなのですがこれで大丈夫ですでここでスクラッチを開いていただくとこの時点でですねテロのインジケーターが 緑色の点滅になっています。だからまあなんか通信が始まっているので、<laughs> 急に動くかもしれないので気をつけてください。で、ここで、テロのブロックです。はい。ちょっと画面を、ワイうんと。 どっち移してもあれですね。ここでですね、気をつけてほしいのは、もうこれで繋がってるんですよね。これで繋がっているので、離陸するを、これですね、この離陸するをここに持ってきて、クリックしちゃうと飛ぶので、気をつけてください。で、飛んだ後、すぐに降ろすことができないので、まあ、注意事項として、まず離陸するから、 置いてですねで着陸、うん、と離陸すると着陸するをつなげてこ,こうしといてください <laughs> 私これであのまあ事故にはならなかったんですけど、まあ、これでいきなり飛び上がったのちょっとびっくりしましたでなぜかインジケーターがこの段階でちょっと木あの赤点滅になっているので大丈夫かなとか思うんですが、はい これで、で、えー、動画で、とこちら、これがいいかな。これで見えますかね。で、今、<laughs> インジケーターがなぜかブロックを並べるとこう赤点滅に変わってるんですね黄色。何色に見えますかね。赤点滅になっていて、さっき緑点滅だったので大丈夫なのかなと思うんですが、これで飛ぶと思うんですよね。 でえー、スクラッチの機能としてブロックをクリックするときあのブロックが動き出すので、はい、こんな形で飛び上がりました。はい、で下ろしてきました。ということで,です、ね、今のようにこうタップすると飛ぶので本当に危ないです。 気をつけてくださいでインジケーターはまた緑色から赤になったりとかいうので降りた後は緑だったんですけどまた赤になっていますでえこれいろいろプログラムを組んでみたんですが離陸してから数秒間はとどうもおすぐに降りてこないとでそれからこの離陸していろんなプログラムを皆さんあのこう並べられるかと思うんですが と一挙にいろんな命令を送ると一挙に送られてですねそれが終わるまで降りてこないっていうことにもなってるみたいなので、えー、少しこう離陸させて遊ぶ時のプログラムはあの十分気をつけてください少しずつ書くだとかあー何かしないとですね、えー、浮き上がった後下降ろす方法がなかなかないっていうのが あるかと思うので、えー、そこは注意が必要です。じゃあ少しカメラを上げて、もう一回動かしてみます。はい、クリックします。ということで、えー。 一応スクラッチ3ベースになってしまいましたが無事動かすことができましたはいいかがだったでしょうかと本当はスクラッチ2でですねテキストに沿ってやりたかったんですけどどうも私のパソコンの設定しきらなかったみたいで申し訳ありませんで急に今日あのちょっとスクラッチ3ベースで、えー、割と簡単に接続して飛ばせますよというのがあったので、えー、こちらを紹介しました でストーリー的には、これであとは皆さんでプログラム組んでということなんですが、あーもう一,一回ですね、今日は月曜日なので、火曜日がありますので、一つまあちょっとプログラムを組んでみようかなと思っています。まあ、ど,うどういうプログラムがいいのか、でそれからあの今のようにちょっとこう安全に配慮しなきゃいけないとかいうのもあるので、えー あまりこう、こみ入ったプログラムは組めないんですけど、ちょっとこうですね、ど,どういう風なプログラムを組めば様子がわかるかっていうのをちょっと考えながらやってみたいなと思っています。はい。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、えー イイジャムやママクロビットなどののコン関係の動画を公開しています今はテロを紹介してますがこのもともとテロシリーズを始めた目的は M5 スタックでテロを動かそうとやってたのでそれの前段階としてスクラッチでテロを飛ばそうというのをしましたので 今はそのスクラッチとテロの連携がそろそろ終わろうとしているというようなところです。はい、今日もご視聴ありがとうございました。よかったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。